はい、小林大成選手です。すごいね。いや本当に嬉しいです。自分でもびっくりします。いやこの間まで A 級走ってたよね。はい、ついこの前まで A 級です。今日はどういう組み立てで準決勝走ったの？今日は本当に2人がすごい強いので、やっぱり自分の得意な地足の展開に持っていかないと、ハイペースの展開に持っていかないとスピード勝負では勝機がないと思って、もう早めから行こうって決めてました。いや見てるとレースを動かしてたもんね。そうですね、昨日やっぱりテンパっちゃって自分でレースを作れなかったんで、今日はやっぱり自分で動かさないとまず道が見えてこないと思って。初日2日の松本孝春選手の粘り込むレース見てて、あのレースをしようと思う気持ち、あれすごいと思うんだけど、レース前にどういうふうな気持ちで臨んだの？あれ、あ、本当に孝春さん本当にすごい選手なんで、もう本当に勝負するつもりぐらいで行きました。後ろについてる藤原選手もやっぱ地元じゃん、はい、その辺のプレッシャーとかあった？そうですね、やっぱり藤原さんは何としてでも決勝に上げようと思ってたんで、そこの気持ちが逆に足に出たと思います、うん、あ、すごいね。いや、ファンの皆さんも期待していると思うので、明日の意気込みをお願いします。はい、初の決勝で緊張することもいっぱいあると思うんですけど、後ろの2人も連れていけるように自分の力を出し切って頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、小林大成選手でした。